皆さんどうも、まきゅうです。今回はね、タイトルやサムネにある通り、即時資金のね、時代はもう終わってきてんじゃないかってことについて話していこうかと思います。実際さ、即時資金のキャラでさ、使うキャラってもう本当に強いキャラ、例えばね、技の演出速度がマジで速い不動魔、まああとは大量消しでね、まあある程度演出速度が速いマリン船長とか、まあアモロさんとかね、そこら辺を使うぐらいかなと思ってて、まあ、逆に言ったら例えば整理技で、まあ、即打ちのね、闇剣王とか、こういうキャラって即打ちとしてのさ、活用はほぼないじゃないですか。まあ、他にもね、あげようと思えば大量にね、使わない即打ちキャラなんていると思うんですよ。でさ、そう考えると即打ちスキルって、まあ何体か、まあ技ためのキャラだったり、演出速度が速い不動魔だったり、大量消しとしてね、マリン船長だったり、その辺の数体はね、まだまだ強いかもしれないんですけど、ほとんどの即打ちってね、使わない状態なんだよね。特にもう今ってさ、トリゼとかウルトラゼット以外だと、あんまり使わないキャラも多いじゃないですか。だからそう考えると、この即打ちスキルってさ、昔はマジでね、まだまだ持ってるキャラが少なかったから、価値ね、高かったんだけど、今ってもあんまり価値がないんじゃないかと思ってきたんだよね。でさ、しかも、前上でさ、ペコラさんが登場したことによって、マップイベントでは、まあ、自分はね、不動魔の方が楽かなと思って、不動魔集会結構やってる時が多いんだけど、もう不動魔じゃない集会の方がいいんじゃないかと思ってきたんだよね。ペコラさんによって、このキャラがね、デカプに振らさんと自身もデカプに振るんで、マップイベントにおいてはさ、ステージ周回とかね、HP の少ないステージの周回をさらにね、上げてくれた、超効率よくしてくれたキャラなんだよね。昨日の動画でも上げたんだけど。だから、これからのね、まずマップイベントは、おそらくデカプにスキル3体とワイプアップと極土地、この編成がね、まあ、なんだろう、トントンでいけるよって人は一番ね、まあ、最速で周回できるんでいいんじゃないかと。ちょっとこれやりながら話すんだけど、って考えると、なんだろう、即打ちスキルって、まあ、武道会とかではさ、まだまだ活躍。まあ、武道会は敵の HP がさ、4万とか5万とかね、なってくるから、やっぱ不動魔がほぼ必須。まあ、上位狙うのは必須になってくるんだけど、武道会も正直、本当に半年とかさ、3ヶ月とかに1回しか来ないから、それをあんまりね、重宝する必要はなくて、今さ、もう1ヶ月に1回、まあ1ヶ月半に1回ぐらい来てるマップイベントで、やっぱ強いキャラをさ、入出することで、おはじきとかゴルフでワイポイントがね、大量に稼げてる状態で入れるっていうのがあるんで、って考えるとね、即打ちスキルはちょっと今価値落ちてきてるかなと。うん。って考えるとね、いや本当に時代は変わってきたなって感じで、だからこれからはね、このペコラさんのような、デカプにスキル&デカプに振りが来たら、もう花嫁の枠もそれに変わって、さらにね、収穫効率上がると思うんで、そういうキャラが来たらね、またデカプにフラさんの種族効果とかかな、例えばうすらかけとかね、エンマとか、そういうのが来たらね、もっと効率がね、ステージ収穫でも上がると思うんで、いや、これからはね、そういう時代になってくるんじゃないかなと。まあでも即時時代はね、まだ一応、なんだろう、場面によっては強いから、なんか完全に終わったってわけじゃないんだけど、昔ほどね、即時スキルは、まあなんか重要視というか強いとは思わなくていいかなと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。